ローシェンローシェンとは、フランス原産の愛玩用の犬種である。原産地は時折論争の的となるが、現在は、フランス原産ということで落ち着いている。ちなみに、フランスでのこの犬種名の発音をカタカナ表記で表すとレーフェンである。名称の意味は、ドイツ語で、小さなライオン。そのため、リトルライオンドッグと呼ぶこともある。 貴婦人のための高ステータスの愛顔用犬種だった、ショックドッグという長い合ゴ毛ゴを持った犬種が先祖であると言われている。それが改良されて、コートが滑らかで柔らかいものになり、毛量を増やしたのがこの老ェンであるが、どのようにして改良されたのかは、よくわかっていない。ただし、マルチーズやビションフリーゼとは禁煙であることがわかっている。作出されて、 すぐにこの犬種のトレードマークであるライオンクリップが開発され肌が暖かく貴婦人の抱き犬として高い人気を誇った。しかし1960年代には人気が暴落しギネスブックには世界で最も生存数が少ない犬種として登録されてしまうまでになった。その原因はライオンクリップの維持に手間がかかったり 当時落ち着きのない性格でよく無駄吠えをしたことであると言われている。だが、変わった外見をしていたために小道具として注目されて愛犬家によって改良され、平民でも飼育ができるように犬質を向上させることによってペットとして地味ながら根強い人気が出るようになった。現在でも数が少なく珍しい犬種ではあるが、 犬種クラブの創設や不シの公認などがあって徐々に知名度が上がってきている。日本でも数は少なく、毎年登録等数はワースト単位で時には未登録の年もあるものの熱心な愛好家がいる。カットが施されていないロシェンは長く柔らかなシャギーコートに覆われているが、原産国でも滅多にシャギーコートを伸ばしたままの個体は見つからない。多くは、 ライオンクリップによって、頭と胸に、ライオンの縦髪のような毛を残し、他犬種のライオンクリップとは異なって、マズルの周りを刈り込まず、足首に、ブレスレット状の毛の房を残す。お先の部分も毛の房を残して剃り、その他の部分は毛をすべてカットしてしまう。垂れ耳、垂れおでコートは、ウェーブが飼っていて、毛色は様々。体高十五から十三センチメートル。 体重4から8キログラムの小型犬で、性格は活発で明るい。ありがとうございます。